それでは早速選手の登場です。第8試合64キロ契約ワンマッチ、青コーナー志向村上塾翔也選手。赤コーナー OFA 拓磨選手。それでは出場選手から試合に向けての意気込みを語っていただきます。青コーナー翔也選手からお願いします。志向村上塾の翔也です。そうですね、ビッグバンさんは最初の方からずっと出させてもらって、で自分が19歳の時に初めて前のベルトなんで、めっちゃ思い出 のベルトなんで、そうですね、また出れて、一番最後出たのは、松井選手とのタイトルマッチの防衛戦の時だったので、それ以来なんで、そうですね、ちょっと、ワクワクします、はい、以上です。ありがとうございます。続きまして赤コーナー拓磨選手お願いします。はい、スーパーライト級チャンピオンの、拓磨です。今回、翔也選手が相手で、いい相手なので、この試合勝って、すごく、価値がある試合だと思うので、今回気合い入れて練習もしてきました。明日応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして各選手へのご質問ございましたら記者の皆様お願いします。プロライターの松井と申します。選手2人に伺いたいんですけども、それぞれの対戦印象を教えてください。次は青コーナー翔也選手からお願いします。高野選手、その選手としての印象というか、自分前谷山ジムに公開系、経由タイプに駅前で多分あったり、その時高野選手に会ってめっちゃいい人だなと思って、一緒に多分慶応会場になったのを覚えてますよ。選手としてはそう、今現チャンピオンなんで、今チャンピオンも強いですよっていうことをちょっと思わせたいです。ありがとうございます。それでは拓磨選手お願いします。はい、翔也選手は若くてすごい勢いある選手だなというふうに思うし、最近クラッシュさんですか、よく出てて、テレビ試合を何戦か見たんですけど、結構打たれ強いのかなっていう印象はあります。はい、打たれ強いなっていう印象です。ただ対戦相手よりも自分が勝っている点があれば教えてください。あと、どんな試合になるのか教えてください。では翔也選手お願いします。パンチ、蹴り、勝ってるかなとは思うんですけど、それはちょっと試合で、そうですね、見せます。はい、あとどんな試合に？あと、そうですね、3ラウンド内に決着つくのは、思い切りいけばつくかなと思います。そうですね、僕の方が集中力だったり、あとパンチの当て方に関しては僕の方が、長けてると思うので、そうですね、試合展開については、相手もパンチャーなんで、で前に来る相手なんで、パンチ勝負になるのかなっていうのは思ってます。まず拓磨選手にお伺いいたします。試合の見どころ、もしくはレビューというものを私がパンフレットの文章を書いていて、毎回ですね、長期戦になると拓磨が有利だと、判定だと拓磨が有利だという文章を書いているのは、私なんですけども、その度に拓磨選手は勝利して、短期決戦のものが強いというふうな毎回アピールをしているところをよく覚えているんですけども、今回、ご自分の中で KO を期待と、で何ラウンドで KO できるんじゃないかという、イメージがあればそれを教えていただきたいんですけど、そうですね、うまく入れば1ラウンドで決まると思いますし、コツコツ当てて
ダメージが溜まっていけば、まあ、2、3ラウンドという形になると思います。まあ、タイミング次第では早期決着というのもあると思います。ありがとうございます。塩選手にもお伺いしたいですけども、今言ったようにその、まあ、長期戦になると角間さんが強いと有利だというふうな見方をする人も私を含めて、いるわけですけども、ご自身的には、こういう相手であれば KO で決着をつけたい、もしくは判定でも勝つというような考え方がありますけども、自分の中でイメージ、次はこの試合は、まあ、KO で勝てる、勝つ、それとも判定でも勝つというような、どちらが今そういうイメージでしょうか。一択です。 KO で勝つです。前にしてありがとうございます。はい、それではお二人以上となりますので、前でツーショット写真をお願いいたします。じゃあ正面向けでこちらもちょっと寄ってください。ありがとうございます。次の試合の選手も登場です。第9試合ビッグバン上蓋級ワンマッチ、青コーナー菅原道場松山翔選手の登場です。はい、OK です。続きまして赤コーナー谷山ジム山際和樹選手の登場です。こちらね、はい、OK です。ありがとうございます。ご着席ください。それでは出場選手から試合に向けての意気込みを語っていただきます。青コーナー松山翔選手からお願いします。では、菅原道場の松山翔です。山際選手は本当にビッグネームだと思うので、これを勝って勢いに乗りたいと思います。ありがとうございます。続きまして赤コーナー山際和樹選手お願いします。はい、谷山ジムの山際です。まあ、去年の、初めから谷山会長が、まあ、すごい、まあ、対人トレーナー呼んでくださって、まあ、シリモンコンっていう、まあ、ボクシングのチャンピオンや、クンスクっていうあのラジャのスーパーベルターのチャンピオン、まあ、呼んでくださって、まあ、すごいコーチに習って、そのコーチとも、ガンガンスパーリングして、まあ、この1年でだいぶこう前に出て、攻められるようになってきたので、まあ、今回もその成果を生かして、しっかり、最後まで攻め切って、お客さんを沸かせるような、試合をしたいと思います。あとは、来月、結婚式を挙げるので、しっかり勝って結婚式を挙げられるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。続きまして各選手へのご質問がございましたら、記者の皆様お願いいたします。はい、ライターの松井と申します。山際選手のご結婚おめでとうございます。お互いのですね、あの印象を、聞かせてください。松山選手からお願いします。印象は何と言うか、結婚してもかなり幸せそうな人だなという印象ですね。はい、まあ、純粋にテクニックちゃうんじゃないですか。だからちょっとさっき山田選手が言った通り、ちょっと1回目に来てもらえた方がいいなっていう印象です。ありがとうございます。それでは山際選手お願いします。はい、まああのまあ、すごい、まあ、根性があって、最後まで諦めないで戦ってくる選手だと思います。見てて、まあ、相打ち狙ってきたりとか、ちょっとタイミングも、少し特殊だななんて思うので、あんまり行き過ぎるとポンってもらってしまいそうなので、そこはしっかり見て、ちゃんと動きを分析した上で、しっかり倒しに行きたいなと思います。あの山際選手はもう、まあ、ご結婚されて、なんかこう心境の変化みたいなものは今回の試合でそうでしょうか。あの格闘技って、まあ、本当に命に関わるような、まあ、怪我をしてしまう競技なので、中途半端な気持ちでは、まあ、できないなっていうのがあって、やっぱり、真剣にやってるっていうのはやっぱり家族に、納得してもらえるようなやっぱり、まあ、行動だったり、試合内容だったりというのは、あと結果だったりというのは残さなきゃいけないなって、まあ、中途半端な過去では、まあ、今までもしてなかったんですけど、まあ、より一層、
まあ、中途半端ではできないなっていう気持ちにはなってます。松山先生、この幸せムードのある山源選手に対してかける言葉とかありますか？純粋に羨ましいです。山源選手は何歳でしたっけ？35歳です。いいです。自分は今年39なので寂しいんで、羨ましいでしょうがないです。じゃあ、誰か紹介してもらって。お願いします。ありがとうございます。あと、その、まあ、2人にどんな試合を見せたいか、それぞれ最後お聞かせください。やっぱさっき山源選手も言ってたんですけど、やっぱ会場盛り上がる試合はやっぱ自分なんか特にビッグバンさんに呼んでもらってる場合なんで、それはもう重要視して、でなおかつ、まあ、やっぱ勝利をしたいので盛り上がって勝てる試合をしたいですね。はい、これは前回の試合の反省でもあるんですけど、まあ、前回そのトバネリー選手っていう、まあ、K1 のノイリ選手ともやって判定まで行ってる選手で、まあ、結構気合い入れてて、で、まあ、3ラウンドの、まあ、最後まで、あ、結構勝ってるかななんて思って、まあ、最後はちょっと回転技とかもやってきたので、まあ、少し、まあ、引いたじゃないですけど、ちょっと守って、まあ、見ようとしたところに、まあ、ガーって突っ込まれて、まあ、特にもらったわけではないんですけど、まあ、それがちょっと印象悪くて、まあ、最後巻き返されてドローになってしまったっていう、まあ、反省で、あと本当に最後の最後まで気抜いちゃいけないんだなっていうのはすごい身をもってしてたので、やっぱり最後の最後まで攻める、まあ、攻めることでやっぱ相手もなかなか攻めてこれないと思うので、まあ、お客さんも盛り上がりますし、まあ、最後まで相手をこう倒しに行くっていう、ファイトをやりたいなと思います。松山選手にまずお伺いしたいんですけども、試合のこう技術というか展開的な話になるんですが、客観的にすみません見て申し訳ない、発言になっちゃったらあれなんですけども、技術力で勝負するとやはり、負けてしまうんじゃないかと考える人が多いと思います。まあ、そうなると、もう力の技でも当てる、強引でもいくというふうな、本来の持ち味を出して戦うべき相手ではないかなと私なんかは思うんですけれども、判定になると厳しいというふうな、考えるのであれば、どれほどの決意で、今回 KO で勝つか、いうふうに考えていらっしゃいますでしょうか？自分結構こう見えて、適宜しちゃったんですよ。ただいつも試合慣れてちょっとね、こういっちゃうだけで。今回はそれで、そういうのも出れば、普通にというか、ダウン取れるかなとは思ってるんですよね。という、あるんで適宜しちゃったらいいです。ありがとうございます。柳谷選手にもお伺いしたいんですけれども、まあ、先ほどから、結婚か、ご自分の結婚をこのように話題にするのかという話を思ったんですけれども、まあ、格闘家で、人生節目というものではありますが、今このタイミングで結婚して、本当の意味でこう心境がどう変わって、それがどう試合に反映するのかというところをもう一度ちょっと、ご説明いただきたいんですけど、結婚して出費が増えたので、まあ、働く時間も増えましたし、まあ、その中でこう練習も減らしたくないので、まあ、質も落としたくないので、時間をまあすごい大事にするようになって、まあ、結婚前よりやっぱりこの時間を大事にするようになって、逆に練習も濃くなったなっていうのはありますね。やっぱり時間っていうのはすごい有限で、その中でやっぱり、質の高いことはやっぱりやんなきゃいけないんだなっていう、はい、逆に良、はい、くなりましたね、やっぱり時間の使い方が、はい、質の高い、時間を過ごせるようだったので、まあ、それが試合に出せたらなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは以上となりますので、両選手ご講談の上ツーショット写真をお願いいたします。まず正面向きでこちらお願いします。はい、OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。次の選手の登場です。第10試合ビッグワンフェザー級王座決定戦、試
青コーナーファイトクラブ渋谷を和真選手の登場です。じゃあこちらお願いします。はい、OK です。ありがとうございます。続きまして赤コーナーインスパイアドモーション竹添翔太選手の登場です。よろしくお願いします。ご着席ください。それでは出場選手から試合に向けての意気込みを語っていただきます。青コーナー久保和真選手からお願いします。はい、こんにちは。ファイトクラブ渋谷から来ました久保和真です。今回タイトルマッチっていうオファーをいただいて、もう過去最高に完全に気合入ってて、絶対取りたいなと思ってるんで、試合よろしくお願いします。インスパイアドモーション所属の広島翔太です。明日はもうビッグチャンスが出てきたんで、会場盛り上げつつしっかり倒して明日はベルトを巻きたいと思います。応援よろしくお願いします。それでは各選手へご質問がございましたら記者の方お願いします。バイタル松井です。選手お二方伺いたいと思います。まず対戦相手の印象から伺いさせてください。試合何試合か見させてもらったんですけど、結構アグレッシブで、自分とやったらすごいお互い前に出てガンガン打ち合う展開になるだろうなっていう印象で、すごい明日は今から楽しみです。はい。では竹添選手お願いします。そうですね。すごい気持ちの強い選手と、体すごかったんで、明日はそうですね。打ち合って。僕がすごい体を壊して KO勝ちしてやりたいと思います。ありがとうございます。あと王座決定戦ということで、どんなチャンピオンになりたい、一番のチャンピオンになりたいかというところをお二方お聞かせください。では久保選手からお願いします。はい、自分の武器であるものは気持ちだったりフィジカルだったりするんで、そういうところをビッグバンのファンの方とかにも見てもらって、すごい新しい今までにないようなファイトスタイルでレザー級でビッグバンで出てきたなっていうふうに思われるような、そういうチャンピオンになりたいと思うんで、明日は自分の武器をとにかく見せつけて竹添選手倒して新しいチャンピオンが出てきたっていうふうに思われるような試合をしたいです。それでは竹添選手もお願いします。そうですね、ビッグバンのチャンピオンになって、ビッグバンのベルトを持っていろんな団体に行って、そこで勝っていってビッグバンのチャンピオンは強いなというのを、示せるからいいと思っています。そのチャンピオンになりたいというところもあると思うんですけど、あとどんな試合をファンの皆さんというところも重要かと思います。お伺いさせてください。僕はどちらかというと始めたのが遅いっていうのもあるんで、でもそういう人間でも本当に思い続けてやり続けたら、こういうタイトルマッチとかそういうリングにも上がれるっていうところとかで、いろんな人に勇気を与えるようなそういう試合を見せていきたいと思っているので、ここでしっかりベルトを巻いて、でやっぱりファンの人たちにはそういうふうに勇気を与えたり、そういう選手、そういう試合をしていけるような選手になりたいと思っています。はい、では竹添選手もお願いします。3年間はもうずっと今まで
ちゃうところがあって、倒せそうなところだったら、もうそこはしっかり決めたいと思うので、負けを狙って、明日は頑張りたいと思います。ありがとうございます。久保選手にまずお伺いしたいんですけども、武富選手はアマチュアの時代からこうビッグバンに参戦して、もう5戦6戦というふうな形で、経験があるんですけども、久保選手は、ビッグバン初参戦ということになると思います。まあ、それで、久保選手、王座決定戦ということで、まあ、結構、まあ、フッと湧いたチャンスというふうなところもあるかと思うんですけども、その分ですね、ホームとアウェーっていう意味で言うと、どうしても初参戦の、久保選手はアウェーと呼ばれるポジションになると思います。まあ、その中で、会場を味方につける、試合というのは非常に盛り上げなきゃ、いけないと思いますけども、その辺のホームアウェーの関係性ということについては、久保選手はどのようにお考えですか？まあ、でも今回タイトルマッチということもあって、応援に来てくれる方の数がもう、まあ、こう一応多くて、100名くらい来てくれるんで、そこは全然、まあ、ルールとかは初めてやるんで、確かにその組んで膝が OK とか K1 クラッシュルールとはちょっと違うところがあるんで、そこはウェイかもしれないんですけど、でもまあ会場としたら僕の試合を見に来て応援に来てくれる人もすごく多いんで、全然そのアウェイとは思ってないんで、気にせず自分のファイトスタイルで明日はもうしっかり戦ってやろうと思ってます。ありがとうございます。武富選手にもお伺いしたいんですけども、先ほども言った通りアマチュアから、参戦している団体で今回タイトルマッチを迎えたということで、まあ、非常にこう団体の中でこうストーリーがあるというか、まあ、まだ若いですけどさらに若い頃から参戦してきたということで、まあ、ついにタイトルマッチを迎えたら抜擢されたなというところがあるんですけども、まあ、やはりその抜擢された期待に応えたいとは思っていらっしゃると思うんですけど、改めてその期待に応えるとどのような試合内容を久保選手が相手にするとなるのか、つまり具体的に言うと、KO 期待をご自分でどのぐらいにお考えていらっしゃいますでしょうか。では武富選手お願いします。KO 期待度はそうですね、70%、80%、100%ぐらい、100% です。しっかり KO したいと思います。私は、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では両選手以上となりますので、ご交談の上でツーショット写真をお願いいたします。それではまず正面向きでこちらにお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは次の試合の試合です。第10試合メインイベント第1試合ビッグバンライト級王座決定戦、青コーナー雄也道場目黒翔太選手の登場です。はい、こちらお願いします。はい、OK です。ありがとうございます。続きまして赤コーナー RKS研修塾石田勝樹選手の登場です。こちらお願いします。はい、OK です。ありがとうございます。ご着席ください。それでは出場選手から試合に向けての意気込みを語っていただきます。青コーナー目黒翔太選手からお願いします。はい、雄也道場の目黒翔太です。まあ、計量をクリアして、まあ、本当にここまで、当たり前のことは何一つ、ないと思って、まあ、過ごしてきたし、まあ、日々、まあ、なんかこの対戦相手の石田選手がどうかというよりも、もう本当自分自身を、高めることに、全てかけてやってきたので、明日は必ず取りたいと思います。ありがとうございます。それでは石田勝選手お願いします。RKS 研修塾の石田です。そうですね、今回のオリンピックバンの関係者の方には本当にライト級のタイトルマッチで本当に貴重な、機会をいただいて本当にありがとうございます。で、明日そうですね、本当に目黒選手とは本当に、この試合にかける思いというのもお互いあると思いますので、本当にお互いでいい試合をして
明日ね、出演12試合ですかね、ある中で一番、ライト級のタイトルマッチが一番面白かったなというような、お客さんに思って変えてもらえるような試合にしたいと思いますので、明日はよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは記者の方、ご質問ございましたら。はい、お願いします。ライターの松井と申します。石田選手は平和甲子園のころから私は伸びていってるんですけども、メイクの選手も今勢いある選手という、お互いの印象というところをそれを含めて、お聞かせください。石田選手の印象なんですけど、やっぱ綺麗に戦う、自分の距離をすごい持っている選手だと思いますし、やっぱその後の K-1 チャンピオンだったりとか、本当に強い選手と戦っていて、拳が硬いのかなっていうのはすごい思ってて、なんですけど、相手がプロだからどうかじゃなくて、本当自分の、目黒翔太っていう、このスタイルを貫き通すだけだと思っているので、はい、やるだけです。ありがとうございます。それでは石田選手お願いします。そうですね、目黒選手の印象は、直近でもクラッシュで4連勝してますし、本当に前にどんどん組むタイプの選手だなと思ってますし、あと本当にもうこれから 2,3 年後には本当に K-1 クラッシュグループの、顔になる選手だと思ってますので、本当にそういった選手と、試合をできることを応援と思ってます。石田選手、ちょっと確認したいんですけども、前回の試合っていつになるんですか？前回の試合は去年の4月になりますね。はい。どこで誰ってどうなったんですか？教えてもらっていいですか？自分の団体で、RKS の研修塾の団体で、大阪の大会にはなるんですけど、そこで一応、ダウンを取って3ラウンドで判定勝ちをしています。ありがとうございます。その試合のそのなんですか、ペースっていうのは今どんな感じでやられてるんですか？年どのぐらいとか。そうですね、年、直近でいうと年2試合、2、3試合ぐらいのペースかなと思います。はい、それはご自身でそのくらいがちょうどいいと思われてるんですか？そうですね、昔から基本僕は、年2試合、3試合ぐらいなので、そこまで少ないかなとは思ってますね。分かりました。あと、お互いにですね、チャンピオン、どんなチャンピオンになりたいか、その決意を教えてください。はい、では目黒選手からお願いします。はい、どんなチャンピオンになりたいか、そうですね、チャンピオンになったからこの団体を盛り上げますとかじゃなくて、自分自身の価値が上がればその団体は勝手に価値が上がるものだと自分は思っているので、しっかり自分の価値を、高めていけるような、チャンピオンになりたいと思います。それでは石田選手もお願いします。そうですね、キックボクシングの団体もいっぱいあると思うんですけど、ビッグバーンのビッグバーンといえばまずチャンピオンに石田勝樹というような名前が出てくるような、誰が見ても、花があって認めてもらえるようなチャンピオンになりたいと思います。はい、ありがとうございます。目黒選手からお伺いしたいと思います。先ほどから何度か出ているワードですが、現在クラッシュが4連勝中というところで、まさにタイトルマッチに抜擢されるようなタイミングというところがあると思うんですけども、ご自分の中 で、4連勝できるようになった変化、今まで勝ったり負けたりしたこともあると思うんですけど、4連勝まではなかったと思うんですね、キャリアの中で。今回、今調子がいい理由、ここが変わったから今僕が4連勝してるんですみたいなところがあれば教えていただきたいんですか？そうですね、4連勝できている、結果的に4連勝できているというだけであって、自分一戦一戦本当に必死に戦ってそれに準備してっていう感じですし、普段だと一昨年ぐらいの、一人暮らしを始めて、全部自分で食事管理だったりっていうのも、そうですし、あとはパーソナルトレーニングとか、本当格闘技に、全部注ぎ込める環境を、周りの方のおかげもあるんですけど、作っていけてるのが、そうですね、今結果でいう、その4連勝につながっているのかなと思います。
ました。ありがとうございます。石田選手にもお伺いいたします。今回、手数が多い、レブル選手を相手にした戦いということで、もちろんご自分が勝つんだと思うんですけれども、試合のここに注目すると、ファンの皆さんもっとこの試合面白く見えますよというような注目点というか、そういったところをお願いします。そうですね、注目の点としましてはやっぱり目黒選手手数も多いと思うのでやっぱり一瞬で試合が終わるというような緊張感これは他の試合に比べて、かなり緊張感の試合になると思いますので、まあ、お互いどちらかが倒れると思うような試合にしたいと思いますのでそこは期待しておいていただければと思います。ありました、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは以上となりますので、両選手ご講談の上、ツーショット写真をお願いいたします。並んでいただいて、まず正面向きでお願いします。こちらです。はい、OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。続いての選手の登場です。第12試合、メインイベント第2試合、ビッグバンミドル級王座決定戦、青コーナー、リキックス、高木各地選手の登場です。じゃあこちらお願いします。はい、OK です。続きまして赤コーナーハリケーンジム大輝選手の登場です。こちらお願いします。はい、OK です。ありがとうございます。ご着席ください。それでは出場選手から試合に向けての意気込みを語っていただきます。青コーナー高木各地選手からお願いします。リキックスの高木各地です。今回初代ミドル級の王座決定戦ということですごい気合が入っていて初のメインイベントなんでしっかりふさわしい試合ができるように頑張りたいと思っています。ありがとうございます。続きまして赤コーナー大輝選手をお願いします。僕も、今日まで真面目に練習していたんで明日は練習の成果を目いっぱい出して頑張りたいと思います。ありがとうございます。続きまして各選手へご質問ございましたら記者の皆様お願いします。ではお互い対戦の印象から伺いますでしょうか。今まで階級違ったんで試合とか見たことなかったんですけど見たら結構パワフルで当て感も良くて目も良くて結構面白い試合する選手だなと思いました。ありがとうございます。それでは大輝選手もお願いします。相手の印象は顔がみやぞんにそっくりだなっていう印象です。ありがとうございます。ファイターとしての印象は？ファイターとしての印象は結構ガツガツ前に来るんで、そこだけ気をつけていこうかなと思います。大輝選手はですね、今回、軽量をクリアできて大丈夫だったんですけどあとそのなんかキャラクター的にちょっとイケイケの感じのキャラっていうイメージあるんですけど、なんかちょっと変わってきたなって感じなんですけど、それは何かあるんですか？2連敗してるんで、ちょっとここはおとなしく行かせてもらって、これ勝ったらまたちょっとイケイケに戻ろうかなと思います。高木選手はですね、ちょっと話し方がおっとりしているようなイメージあるんですけど、昔からやっぱそういうこと言われますか？昔から結構そういう感じです。で中学生の頃とかよくみやぞんに似てるって言われたんですけどで最近言われなくなって煽り V 見てたら最後にみやぞん似てるって言うからやっぱ似てんのかなって思いながら昨日減量してました。大輝選手は高木選手に対してもなんかこうイライラする感じってあんまりないですか？普通に面白そうで、面白そうな人だなと思って、なんで明日はちょっと盛り上げたいですね、2人で。その
その、まあ、今回の、まあ、申請されたタイトルということで、それぞれ その、まあ、決意みたいなのを聞かせてもらっていいですか。あのタイトルに対する決意ですか。じゃあ高木選手からお願いします。今回タイトル取って、そこで守るだけなじゃなくて、他のこう強い選手とかにもどんどん挑んでいって、ビッグバンのタイトルの名前をもっと上げれたらいいなと思ってます。それでは大輝選手もお願いします。まあ、このまままずビッグバンでまず盛り上げながら、まあ、年内にどっかで K-1 の本選挙があったら出たいなと思ってます。大輝選手としては、あの、まあ、下の試合を足がかりにしてこう反撃開始みたいな、そんな感じ、心境なんでしょうか。まあ、2連敗してるんで、まあ、3連敗したらちょっとまずいんで、さすがに明日勝って平和に行きたいと思います。ありがとうございます。これたまたまだと思うんですけど、その着ている服から肌の色までですね、正反対、黒と白というような感じで、キャラクターもなんか正反対な感じで、非常に面白いなというふうに思っていて、先ほどから特に高木選手の本話した喋り方にはいろいろ質問が集まってはいたんですけれども、高木選手どうでしょうか。その大輝選手みたいな、タイプ、例えば学校とか今まで、だと思うんですけど、そういう大輝選手みたいな友達とかっていましたか。それともそういう人にいじめられたとか、そういう経験でしょうか。いや、いじめられるとかはないんですけど、別に面白そうな選手だなという感じです。そこまでいじめられっこではないです。あ、じゃあ大輝選手にお伺いしたいんですけど、あの、まあ、直接的に行くと、こういう人いじめてませんでした。小学校の時がよくあのケーキ持って家までお母さんと謝りに行ってましたね。なので明日はあの復讐されないように頑張ります。わかりました、ありがとうございます。もう一つお伺いしたいんですけども、もちろん真面目に伺うと、今回ビッグバンの中で新設したミドル級という、まあ、ヘビー級に次ぐ一番重い階級ということになります。高木選手前回の試合でスーパーウェルター級チャンピオンの藤村選手に勝利しておりますが、とはいえそのもう一つ階級の下、でございます。今回 72.5 キロという体重が自分に合ってるか、それともそれ自体がチャレンジかという点ではどうでしょうか。高木選手からですか。 72.5 はベストの体重で、今までやってきた体重なんで自信はあります。ありがとうございます。では大輝選手にお伺いしたいんですが、まあ、やはり前回軽量化したとはいえ2階級上の挑戦ということで、大丈夫かなって思う人も当然いると思うんですが、その辺についてはどうでしょうか。まあ、減量はめちゃくちゃ楽で助かったんですけど、まあ、本当はスーパーウェルターでやりたかったんですけど、まあ、ミドルになっちゃって、まあ、でもタイトルマッチなんで、まあ、やりますってことだったんですけど、まあ、こう勝って、まあ、藤村選手ともやって、まあ、3階級取りたいなっては今後の展望ですね。ありがとうございます。最後に1個だけ紹介させてもらいます。先ほどからの、まあ、2連敗1ラウンドをおとなしくしておきますという話だったんですけど、やはりこう今回勝ったら、もうバリバリオラオラに戻ってくる感じと思ってよろしいですか。そこまではいけないですけど、まあ、ちょっとイケイケぐらいでいこうかなと思います。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは両選手ご講談の上ツーショット写真をお願いいたします。じゃあフェイスオフお願いします。もうちょっと近づいてもらっていいですか。はい、OK です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは他の選手の方も前の方へお回しをください。はい、寝取られる方、はい、行きます。お願いします。